人吉海軍航空隊は日本海軍の部隊、教育機関の一つ、山の中の日本海軍航空隊と呼ばれていた。基地は太平洋戦争開戦後の兵站基地であり、予科連の教育施設として利用され、エンジニアやパイロットを養成するための教育基地でもあったが、飛行機工場、兵器工場、機械工場、発動機工場、 自動車工場などの交渉としての機能も兼ね備えていた。終戦直前に配置されていたモノ93式、中間練習機96機90式機上作業、練習機3機90式艦上戦闘機8機96式艦上戦闘機19機2式練習用、戦闘機3機0式艦上戦闘機2機、 来電局地戦闘機1機96式練習用、爆撃機2機99式、艦上爆撃機1機97式、艦上攻撃機1機零式、水上観測機1機零式、水上偵察機2機2式、水上戦闘機2機,機陸軍機1機熊本県、熊郡西敷町の北西部から、熊本県熊郡相良村の南東部にかけての広大な敷地に設置された国内でも、有数の広大な基地であり、 多くの地下軍事施設が移行として現存しており、地上には格納庫の土台や、軍事工場の岡本工場などが、戦後70年の時を経た今でも残っている。この岡本工場は、飛行機客などを製造していた工場で、愛知県にあった岡本工業株式会社が、全国に7つ所有していた工場の一つでもあった。本部や弊社、調理場、浴場、病院などが立ち並んでいた。 飛行機客などを製造していた軍需工場である岡本工場後飛行場地区跡と庁舎居住地区の中間地点で工場や水理施設があった。なお、岡本工場周辺には陸軍の特攻訓練所もあった。滑走路や格納庫などがあった。滑走路は戦時中としては数少ないコンクリート製の滑走路で幅50メートルほど。 長さ1500メートルほどの規模を誇っていた。戦後1970年代までに農地開発で消滅したが、その北端が直線道路となって王子を忍ばせている。本部としても使われたという地下魚雷調整場への水道アメリカ軍の爆撃に耐え、本土決戦に備えるため多くの地下軍事施設が建設されたエリアである。司令部、倉庫、兵舎、格納庫、 トンネル、地下工場など多くの地下軍事施設が建設された。その大半は戦後削られて消滅したものの今でも多くの防空壕が残っており当時の様子をうかがい知ることができる。ありがとうございます。